4月ついに出た江南を守るヒーロー野巻。高架に誕生した高架白くの市を発見した四月マット水亀子。いつものように滋賀に平和が訪れようとしたその時、行方不明になっている兄さんかも。絶対にあれは兄さん。ああ、水亀が。水亀子ちゃんの水亀から船が跳ねる時、正義の味方がどこかで活躍しているのだ。この忍者屋敷の裏だ。あそこだ。漢字の六の書はこうまめます。靴ひもの結び方はこうまめます。説明しよう。江南博士マンの得意技はそれほど役に立たない小さなことを人に教えたがることなのだ。兄さん、江南博士マン、どうして妹さんを置いて。事情はこうなんです。私が何でも教えたがるので、妹はいつもこうかしらと人に聞いてばかり。これでは妹のために良くないと家を出て行きました。これは違うわ。人に聞くのも教えるのも二人の個性なのよ。ガメコちゃんの言う通りだわ。兄さん、私はこれからもこうかしら。そうさ、それに僕の生き方、これからもこうなんです。いいこと言うね、水ガメコちゃん。あれ、どこ。